オリコンニュースをご覧の皆さん、私たちフルーツジッパーです。はい、なんかまた元気なティーンの子たちにフルーツジッパーのニューかわいいをまた届けられるなっていうのと、あとなんか一緒に盛り上がってくれたりするイメージがすごく強いので、今日も楽しみにしてきました。まあ2年経って皆さんもすごいグループになったなと思うんですけど、また戻ってきてどうでしょうか。じゃあ、まあ、はい、なんか初めて出させてもらった時は、私の一番可愛いところをちょっと知ってもらい始めたぐらいの時だったので、なんかあ、こんな素晴らしい曲を1曲ね、持たせてもらってみんなに聴いてもらえて、それがティーンの子たちに広がってるんだなって嬉しかったんですけど、なんかこうやって何回も TGC にも呼んでいただいたり、 TGCT に、ね、何回か出させていただけるっていうのは本当に皆さんの応援あってこそだなと思ったりとか、今日もね、3曲も披露させていただけるっていうのが本当になんか2年前の私たちだったら信じられない、ね、そうことだったなと思うので、本当に日々感謝でいっぱいです。今日もみんなにかわいいニューかわいいを届けられるように頑張ります。そうですね、なんか10代の子たち、それこそ結構フルーツジッパーの現場にも来てくれる子たちいっぱいいるんですけど、なんだろう、すごいやっぱりこう可愛くこうドレスアップというか可愛くして見に来てくれたりとかしたり、あとうちわとか持ってきてくれたり、なんかそういうこうすごい可愛いが詰まった場所だなって思うから、そこに私たちもこう可愛いをもっとポンって添えられたら嬉しいなっていうふうに思ってます。2年前インタビューした時は、はい、結構黒が多いみたいな話されてたと思うんですけど、はい、そこからなんかファッションの変化はありました？いえ、今日も真っ黒できました。今日も真っ黒、はい、今日も真っ黒の服できました。真っ黒が大好きという、そうですね大好きっていうよりかはなんかモノトーンだとすごい落ち着くので、なんか普段から結構モノトーンを身にまとうことが多いですけど、でもフルーツジッパーになってから赤色担当になったので、どんどんなんか赤への愛着が湧いてきて、今日はなんか真っ黒の服にのバッグが赤で行きました。松本さんはピンクのフリフリ系が多いと2年前にしたんですけど、うん、それから変化分かりましたか？あ、でも、どう？なんか、私が聞いてたのこの間マスカレットを喋った時に言ってたのは、最近ヘアメイクさんにメイクしていただくのに、結構お家を出る時にすっぴんに帽子とかが多いので、ピンクのフリフリにすっぴんをするのが恥ずかしいから、ちょっと落ち着いたお姉さんな服を着て帽子キャップをかぶっても、なんかガチャガチャごちゃごちゃになる相性、キャップ対象のいい黒いファッションとか、フリフリはそのままだけどちょっとピンクプリプリを落ち着かせたお姉さんのファッションが多いっていう風に言ってました。はい、そういう感じです。そういう感じですか？そうです。今回かわいラボ後輩たちがいっぱい出てますけど、交流とかってあったりしますか？交流あります。どんなことがありますでしょうか？一緒に TikTok 撮ったりとか、あとはでもなんか慕ってくれる可愛い後輩ちゃんたちがすごいたくさん多いので、なんか後輩ちゃんから、私人見知りなんですけど、みんな話しかけてくれて、なんかいつもあったかい空気が流れてます。可愛いラボは結構可愛いラボの紫族ってファンの方から言われてると思うんですけど、存じ上げております。あ、そうです。紫族、中川さんが言ってらっしゃったと思うんですけど、惜しい。え、そうなの？惜しい人、ちょっと弊社の調べによると思わず普通にポロって言った、言ってらっしゃいました。紫族、紫族は歌が上手いメンバー多いと思うんですけど、どうでしょう？でも本当にみんな上手くて、しかもなんか、なんて言ったらいいの、それぞれジャンルが違うから、だからなんかフルジーパったらこういう感じの癖あるよねとかあったりとか、でもなんかキャンディーチューンはこういう色だよねみたいな、それぞれのグループによってなんか歌うまいの色が違うのがすごく、なんかフルーツジッパーのファンの人も可愛いラボを見るときに楽しめる、あの紫族の点かなって思います。桜井さんに憧れている後輩いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ、キューティーストリートさんとかもデビューしましたけど、どんな感じで見守ってますか？いやー、でもなんか憧れてるって言っていただけるのはすごく嬉しいし、嬉しいですけど、でも本当もう完成されてるというか、キューストちゃんたちとかもこの間デビュー決まったりとかしたばっかなのにすごい完成されてるので、私もなんかポケーと私が憧れちゃうぐらいのアイドル力を持ってる子たちだなって思ってます。フルーツジッパーさん一番上ですけど、引っ張っていこうみたいな
気持ちがあったり。そうですね、なんか後輩ちゃんが2年目、私たちも2年目だけどね、できてしまったので、うん、なんかどんどんこう引っ張っていける存在のグループになれたらいいなっていうのは思います。 TGCT に私たちフルーツジッパーを見に来てくれたみんな本当にありがとうございました。今日は私たちだけじゃなくて可愛いラボの本当に魅力たっぷりな他のグループも出てたりとか、他にもたくさんの可愛くて素敵なモデルさんやアーティストさんも出てた中で、私たちフルーツジッパーのニュー可愛いところを見つけてくれたら嬉しいなって思います。秋にはツアーも始まるのでいいなって思ってくれた方はぜひお友達となんか来てくれると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。